支部招待選手陣営隊の東馬と申しまする。夏にございます。助けにございまする。八太郎にございまする。本日は名古屋城侍にでしょ、ようこそお越しくださいました。やったぞー。戦が始まる前に、はい、今一度皆様にお願い事でございまする。はい、まず一つ周りを見渡していただいて、はい、ちっちゃいお子さんがいらっしゃいました。ご家族と前へと出しちゃってくだされ。じゃあ2つ立っとる方は前から順に座ってくださりますよ。お願い申し上げますね。その際に、はい、無料貸し出しの敷物もございます。あちらの青い箱に入っておりまして有効活用してくださいませ。よろしくお願いいたしますね。さあ、そしてこれより始まります侍忍者ショー、まずご披露くださいますのは徳川家康様と服部半蔵忍者隊の皆様でござりまする。かの有名な徳川家康様を支えた伝説の忍び衆の技、しかとその目に焼き付けてくださりませ。その後には我ら名古屋おもてなし部招待の演舞もございますように、はい、最後まで存分にお楽しみください。それでは名古屋城侍忍者ショー始まり始まり、拍手。徳川家康の命を頂戴する。そうはさせる。主君、徳川家康様のお命は我らがお守り申す。無事に落ちてすれば、伊賀者高価者の力が必要じゃ。忍びの者たちよ、拙者三平の声が聞こえておるか。服部藩の様に力を貸しておくれ。はっ、承知。三平、ここはこのリンゴ。忍び者たちとともにこの命にかけ家康様を守り抜く。さあ、こたび名古屋城に集いし皆々様、我らに力を与えてくれる。拙者がせーのと言った後に、おおと大きな声で天高く拳を突き上げておくれ。では参ろう。せーの、おーと拙者のせーの、皆々様せーの、素晴らしい皆の者、保証剣山行くぞ。家康様、無事ご帰還じゃ。胡蝶殿、凛殿、礼を申す。我らは家康様に仕えし忍び、平成によみがえっては服部半蔵忍者会として、はい、忍者を盛り上げようぞ。我ら服部半蔵忍者会、ご降臨していた。ありが
でとうございまする。我ら忍びはこのようにして徳川家康様をお助けした功績により、鳴海伊賀衆としてこの愛知の地で取り立てられたのでございまする。愛知県は武将様のふるさと、そして我ら忍びがおったところということをぜひ覚えて帰ってくださいませ。そしてこれよりは我ら忍者隊の日々の鍛錬の成果をご覧いただきまする。忍術披露じゃーよっ。こたび忍術を披露するのは拙者三平にございます。さあこちらの三平殿は人並み外れた脚力、そして瞬発力を持った忍びにござります。ゆえにこたびはこちらスイレン殿が持ってくれたところ。あ、スイレン殿先ほどの脚力殿のことを引っ張られておるの。ちょっとごめんなさい。いやもうちょっとございます。では、こっちの殿、最初の方々どのお手にいたしましょう。こたび、まだ朝一じゃね、地の低めに正社の股関節あたりに出す。股関節あたり、どうじゃ、サンペイ殿大丈夫じゃろ。お、それではやっていただきましょう。サンペイ殿、お願いいたします。はい。三平殿、まだまだ拍手が足りんの。そっちな、そじゃな、物足りぬ。そうじゃで、こたびのこれだけでは終わりません。確信ゆえに、こちら殿、続いてもっと高くしてまいりましょう。では続いては拙者の肩関節あたりに。肩関節関節にしたい。かしこまりました。さあでは、だいぶ上がりました。こちら三平殿、飛び越えられるのかどうかご覧いただきましょう。それでは三平殿の準備はええか。はっ。ではお願いいたします。動画を撮る後期ですぞ。準備をいたす。忍法登り竜の術、はい。ものはぜひともたくさんお願いいたします。さあそれではですが、最後は我らの剣魔者とくとご覧あれ。正しき心、忍びたるもの忘れはせん。心にあれば辛くとも共に生きる皆のため笑顔と勇気を届けようぞ。我ら羽鳥半蔵忍者隊、ここに推参。
初めは忍者さんだった。いかがであったか。ありがとうございます。この後は名古屋おもてなし武将隊による月に一度の全員演舞にござりまする。一瞬たりとも見逃さぬよ。楽しんでいっておくれ。また会おう。さらばじゃ。